今日はですね、前回がですね、海老沢先生間の社長への質問コーナーということで、今回はですね、新人の若手からですね、また僕の方に質問をしたいということなので、インタビューを取っていければと思います。はい、仕事で大切にしていることは信頼関係です。信頼関係で、なぜかっていうと、どうしてもね、そのよくね、安い値段で来て回数券を買ってもらうところが仕事のゴールとか捉えてる人も多いと思うんですけど、全てはやっぱ信頼関係がないと人と人は成り立っていかないと思ってるので、信頼をどう築いてもらうか、もちろん信頼してもらうために自分のことも話すし、患者さんのこともしっかり、聞いて、それをちゃんと認めてあげるっていうところを意識してます。はい、目標に、してる人はすごくいい質問で、僕はですね、ケン山本先生っていう世界を回る腰痛治療科っていうところで、ケン山本先生っていう先生を、リスペクトしていて、その先生の、生き方っていうのを真似したくて英語の勉強をして、海外で、出張で整体をするっていうところの、夢を持つようになりました。僕の新人時代はめちゃくちゃ生意気でめちゃめちゃ尖ってましたね。新人なんだけども一番治療がうまいと思ってたし、言うことも生意気だったし、今の僕からするともしそんな社員が入っていたらすごく嫌いだなって思うような新人でした。僕の休日の過ごし方は、基本的に朝ちょっと寝だめして11時とか12時ぐらいまで寝て起きて、でそれで仕事のミーティングとかがね入ってたりするんで、ミーティング 1,2 件あって、大体それ終わった後に英会話が入ってるので英会話を習い事に行って、それから帰ってきたら、今はちょっと体のメンテナンスのために美容点滴とかニンニク注射とかも週1ぐらいでうち行ってるので、美容外科に行って、そういったメンテナンスをして、夜に、トレーニング、もしくは、友達とご飯に行ったりだとか、それがなかったとしたら基本トレーニングしてるような感じですかね。僕の趣味は基本的にめちゃめちゃお酒を飲む、お酒が超好きっていうところと、あとはやっぱ運動して汗をかくっていうところもそうだし、あとは、YouTube とかの動画を見たりとか、 Netflix の動画鑑賞、映画鑑賞っていうのもすごい好きだし、料理を作ることも好きだったりとか、あとはそうだな、今だと勉強をしたりとか、自分ができないことをできるようにするっていうところも時間があるときに趣味としてやってるかもしれないですね。よくね、患者さんとかにもね、主張はしっかりしてるねとか言われるんだけども、全然しっかりしてなくて、メンタルもめちゃくちゃ俺は弱いと思ってるのね。周りからそう言われないんだけど、めちゃめちゃ俺は弱いと思うし、すごいね、マイナス思考なんだよ。そうみんな思わないと思うんだけど、だいたい考えてた最悪の事態は起こらない、そのぐらいまで最悪なことまで考えちゃう。で、特にそのお酒を飲んで体がグロッキーになってる次の日なんかはすごいマイナスに考えちゃうから、なるべく体をトレーニングして運動をしてあげて、その自己肯定感を上げてあげたりとか、あとは少し太ってきたりだとか、あとは寝て一日を過ごすみたいなのもあんまり好きじゃないから、自分が嫌いな自分にならないために自分に対して厳しくしてるっていうところで、少しメンタルを維持してるってところがあるかなと思います。僕がね、苦手なことは人の名前を覚えるとか、あとやっぱ新しいことが頭に入らなくなってきたよね。10代の時とかは勉強したらすぐ入ったんだけども、20代後半になってからやっぱりそうだね、結構やっぱり反復しないと忘れちゃうかなっていうところがね、覚えることが苦手かもしれないです。僕がね、猫を今飼ってるんですけど、それがね、ブーっていう名前で、なんでかっていうと、保護猫で最初もらった時にもう本当にボンレスハムみたいな、すごい丸々太ってる猫で、顔をね合わせた時に、あ、この子はブーだと、もう顔見て決めました。ブーちゃんっていう感じだったんで、あ、今までで一番高い買い物ね、あ、どうしようかな。そしたら一発でドーンってでかかったのか、それか積み重ねのこれに結果的に一番お金使ってるよねって、どっちが聞きたい？一発で、そうだ、今までで一発高かったのは、でもやっぱりちょっとつまんないかもしれないけど、やっぱり車かな。車が一番、やっぱり額がどうしてもね、普通のものより跳ね上がってくるから、車かな。ちょっとつまんないかな、ごめんねあー、そうか、パートナーを選ぶとしたら顔なのか性格なのか、結構難しいところだね、確かに。
まあ確かにね、そのまあ変な話さ、見た目もやっぱり好みがあるからすごい大事だと思うんだけれども、やっぱりその性格、例えばすごい自分が素敵だなって思うものを素敵だなって思ってくれる人じゃないとね、やっぱりね、顔だけで選んでも長続きはしないから、ずっと一緒にいるっていう風なのを考えると、やっぱりその価値観があるっていうのはすごい大事かなっていう風には思います。